さあ、秋篠宮の命運をかけたこの記事ですね。これ炎上してまして最悪のパターンになってるんですけど、まあ滑るでしょ、そら。悠仁くんのお弁当は紀子さんの手作り、大根の葉もおかずにと、秋篠宮家流の SGGs、 鼻で笑いますよね。秋篠宮さんは鉛筆を 2,3 センチまで使うと。もともと秋篠宮家では SGGs という言葉が社会に広がる前から環境保護と節約の考えが宮家全体で徹底されていました。宮邸や事務所ではメモは使用済みの紙の裏を使っていたし、人がいない場所の伝統は全て消されていたと。当たり前のことだと思うんですけどね。そのため宮邸を訪ねた知人が、おい電気つけてよと暗い廊下で声を上げたこともあったというと。なんでこんな内部情報知ってるんですか、ただの一記者が。情報をもらってるんですか、持ち込みなのかと思われても仕方ないんじゃないのかなって思いますし、この話ってにわかに信じられなくて、久人くん夏本番を前に冷房とか校関係者にお求めかっていう話があったわけですよ。久人くんに空気も読まずに、つくふに冷房つけてくれって頼んでるわけですね。わがままな子なんですよ。電気が節約されてるとはあんまり思えない。家でもクーラーガンガンに怪我してるんじゃないのかなって思うんですね。家ものすごく広いじゃないですか。クーラー一つとってもものすごい電気代になると思うんですね。電気の一つや二つ消されていても大した節約にもならないですし、そもそも5、60億の回収必要もなかったですし、秋篠宮が道具御所に入っていれば一番綺麗なわけだったじゃないですか。それに付随する光熱費がものすごくかかってくるわけですから、まずはそこを抑えてくれと思いますけどね。こちらですね、筑福校入学に関しても悠仁くんが利用された提携校進学制度には特別扱いではないかという声が聞かれた。加えて入学前には過去に文学賞を受賞された作品にコピペ疑惑が持ち上がったこともあったと。それだけに周囲に溶け込めるかが心配だったんですが、無事溶け込めてないですよ、おそらくね。まあ一人でポツンといたりしたらしいですからね。つい先日ですけども、学校関係者に対して悠仁くんが暑いから冷房を入れてくださいと、求められたことがあったそうですと。どこが節約一家なんでしょうか。扇風機のイメージでしたけど、僕の時は贅沢だなと。我慢しろよと。まだまだ夏本番とは言えませんから、暑くもないのに冷房を入れてって悠仁くんが言うのは間違いじゃないのかなと思いますし、で学校関係者もやんわりと諭して断ったようですが、お考えをはっきり表明される悠仁くんに他の生徒も驚いたと。ちょっとの暑さも我慢できない人たちがいるような家庭に対して光熱費が抑えられてるとあんまり思えないですけどね。人がいない場所の電灯は全て消されてる、それは当たり前の話であって、電気を消してるのは秋篠宮じゃないと思いますよ。職員さんが人いなかったら消してるんじゃないのかな。メモは使用済みの紙の裏を使っていたって、職員さんのことじゃないですか。職員さんすごく苦しんでるわけなんですから、パワハラに嘘くさいなって感じてしまうわけなんですね。他にも紀子さんが悠仁くんに弁当作ってると、これも初耳ですけど、そもそも紀子さん料理するんですかっていう疑問ですよね。無理やり作って話してるようにしか見えないし、持ち込み記事なのかなと思うんですけど、これアピールしたい、すごい上げ記事じゃないですか。結核予防会講習会に判別で会議があったんです。それでお弁当の話が出てきて、大根の葉を油で炒めて弁当に入れてますよ。そんな話になるんですかねって思いましたけどね。うさんくさいですよね。この記事のために作ったみたいな話聞こえるわけですね。まあ、そしてこれもネット上で話題になってましたけども、紀子さん弁当を依頼してるじゃないですか。先日、秋篠宮悠仁親王殿下、秋篠宮悠仁とは言わないんですけどね。秋篠宮紀子妃殿下に弊社の一富士二鷹三なすび弁当をお召し上がりいただきましたって、思いっきり弁当頼んでますやんか。悠仁親王殿下は運動会の振り替え休日をご利用なされて、紀子妃殿下がお生まれになれたゆかりある静岡市にお越しになりましたと。動物園で、ピクニックをされたいというご要望を、宮内庁より頂戴し、この時期一番の静岡の食材を使っためっちゃ豪華な弁当作ってもらってるじゃないですか。結局これが本性ですよね。本当に笑かさないでください。何が大根の葉で炙れて炒めてさ、笑かすなよって感じですよね。お弁当や特製サンドイッチってわけですよ。サンドイッチって作っていくもんじゃないんですか、ピクニックとかだったらね。
僕めんどくさいコンビニ買いますけど、こんな節約アピールをしてるんならば当然ねサンドイッチ作ってくるでしょ。もし記事に書かれるするならばご両親の仲良かったんですけど、眞子さんと佳子さまとね、悠仁くんとね、紀子さんがご協力されてサンドイッチを作られましたとか、そんな記事を想像してましたけども、思いっきり依頼されてるじゃないですか。秋篠宮ゲテモやりそうですけど、サンドイッチの中に静岡産のフルーツの盛り合わせなどをご提供させていただいた次第ですとめっちゃいいの頼んでるじゃないですか。しかも時期一番の静岡の食材ですよ。当然ながら高級品になってきますし、一富士二鷹三なすび弁当だいたい1700円と2000円ぐらいなんですけど、この書き方で言うともっとかかってますよね。宮内庁御用達ですからね。1700円でも高級な弁当だと思いますけどね。贅沢してるわけですよね。たかがピクニックで。すごく美味しそうじゃないですか。なんかピクニック感全然ないですけどね。会合でもするんですかと。ああ、宮家の命運をかけてたわけなんですけどね。そして、紀子さんが対決されたみたいな記事があるんですけど、お餅より料理対決、インドカレー VS 大料理みたいな週刊文春2014年の4月24日号、そこに紀子さんの料理に関してちょっと書かれてあるんですね。要約しますと、紀子さんも多忙のために最近では台所から随分遠のいていると。お弁当作りは昔からほぼ職員任せであると。やっぱりそうなんじゃないですか食べたい料理があると次女にレシピをコピーさせて職員の机の上に山のように置いていかれるとかで、食材に費用が足りなかったら職員が自腹を切ったとか書いてありますけどなかなかですね。安く魚を仕入れるため築地の市場まで出かけること、これは本当だと思いますけど、やっぱり料理作ってないじゃんと、まあ、バレてしまいましたね。そもそも悠仁くんのご教育すらあんまりされてないんじゃないのかなと思いますけどね。看護師部屋があったわけでしょ、悠仁くんの生まれた時には。看護師さんが結構面倒見てたんじゃないんですかって思いますけどね。8000万もかけて悠仁くんの小屋作って何を考えてるんですかと。それからこの話も結構聞きますけど、秋篠宮がいらんこと言っちゃった、これネット上の話ですけど、夫婦揃って外見があったらしいんですよ。子供たちの食事かという機構に対して秋篠宮さんが、あなたこういうも入れないんじゃないかと突っ込み入れたらしいんですよ。これよく言われてますよね。本当ならば秋篠宮が口滑らしてるわけですよ。コーヒーも入れれなかったら当然大根の葉なんて茹でれるわけないですよね。やっぱり紀子さんは、先ほどの文春の記事からしても、まあ、やはり台所には全然立たれてないですし、本当に料理してるんですかと思っちゃいますけどね。この記事はちょっと嘘なんじゃないのかな、すごい無理したなっていうのは思うんですよ。やっぱり誰も信じてないかな。それからですね、紀子様の得意料理があるらしいですね。ビーフストロガノフでしたっけ。これは川島和代さん由来、海外仕込みらしいですよ。どこの海外か分かりませんけどね、隣の国じゃないよねと思いますけども。それから秋篠宮の恐るべき節約アピールですよね。佳子様が炎上騒動で手に入れた10億円の豪邸っていうですね記事があるんですけども、ここにすごいいいことが書いてありまして、佳子さんが、ご家具所に住めば光熱費とか人件費が2倍になると、まあ、余分にかかるわけですよね。そうした時点で節約には全くなってないわけですよね。だからこんな記事書いても誰も騙されないと思います。そもそも節約なんか言う前に佳子さんがこの不法占拠解きなさいよと思いましたね。ではちょっとコメント読んで終わりましょうか。私の母ですら弁当は手作りでした。野菜も普通に切れ端まで料理してました。悠仁くんのお弁当は紀子さんの手作り、時間があれば作ってるらしいですけどね、うん、大根の葉もおかずにと、絶対嘘だと思いますけどね。秋篠宮家流の SGGs、 紀子や秋篠宮家の特別感を強調すべきはここではないと思いますとかですね、大根の葉まで料理に使うとか、鉛筆を 2,3 センチになるまで使うとか、節約してますって言いたいでしょうか。新秋篠宮邸と佳子様一人暮らし中の、仮の宮家の建設費に比べれば小さなことですと。節約するところが間違ってますよね。しかも維持費が何千万もかかってるわけですよね。水道光熱費も恐ろしい額かかってると思いますよ。ものすごく広いですからね。広いと当然なら電気代死ぬほどかかりますし、それから水道もガス代も死ぬほどかかると思いますよ。厨房みたいなとこあるんでしょ。天皇陛下は御所の改修工事費は古い排水管工事、など必要最低限に抑えて、仮住まい中は御用邸などに行かず宮殿でお暮らしになるという倹約ぶりでしたよと。そういうことによって節約されてたわけなんですね。
スーパーでは手に入りませんけども、大根の葉っぱの利用は SGG に合っていると思い、話を出されたんでしょうね、と。うん。鉛筆も今ではシャープペンしか使いませんけども、今でも昔を感じる鉛筆に、キャップ使われているんですね、と。目当て回収費用などの税金で、部分は贅沢に使われているようなので、自費部分なのか、小さな節約をされているのかは、アンバランスで焼け石に水に感じます、とかですね。何十億って自分たちの家に使っておいて、いきなり庶民的なことを言われてもね、料理されるんですか、と。あ、やっぱり突っ込まれてますね。このご一家といえば、ご家族一人一人の好みに合わせて、そうですよ。料理の温度を微妙に調節するのが決まりだったと。そんなオーダー出してるわけですよ。何が SGGs やと。料理人に週1カレーを作るように要望し、ルールは市販のカレールーを使うな、野菜を多く使えと。じっくり煮込んだ、手間暇かけて作っていたなどの料理人泣かせなエピソードしか聞いたことないかって言われてるわけですね。この記事を本気で信じる人がいるのかな。ずっと以前の会見で、確かお弁当の話から両方アピールをしたかったのか。殿下に料理をしない事実をあっさり指摘されていましたが、今は違うってことだね、と。で、これですね。お弁当作りは、今の皇后陛下も皇太子時代に愛子様のお弁当を作ったりして、当時の皇太子殿下が自分にもとリクエストしたって記事になってましたと。それに今の上皇后陛下も皇太子時代にキッチンに立って食事作りしたって記事ありましたから、まあ、別に皇族の女性が料理をするのは特別な珍しいことでもないかと思いますけど、みたいなコメントもありますね。それからこちらですね。皆さんコメントされてますけども、やはり大根の葉と宮廷の回収ヒットのお帰りが大きすぎて矛盾を感じてしまいますっていうねというわけで以上にしましょうか。見事滑ってますよね。じゃあ以上です。それでは皆様ご一緒に近しお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、さよなら。